アドミラルティスキー地区は、ロシアサンクトペテルブルクにあるラヨンである。アドミラルティ地区とも表記される。2020年1月1日時点における人口は、159,800人である。旧海軍省、聖イサーク大聖堂、マリーンスキー劇場などは、ユネスコの世界遺産、サンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群の登録対象となっている。 東地区の総面積は1382ヘクタールであり、水域の面積は87.8ヘクタールである。北から東にかけては中央地区と接している。東から南にかけてはフルンゼンスキー地区及びモスコフスキー地区と接している。南から西にかけてはキーロフスキー地区と接している。西から北にかけてはダイネフカ川を隔てて、 バシレオストロフスキー地区と接している。旧海軍省区域の北端部にある、旧海軍省から南東にゴロホバヤ通りが伸びており、南にボズネセンスキー通りが伸びている。区域の中央やや北寄りをサドーバヤ通りが走っている。区域の北部をモイカ川が、中央部をフォンタンカ川が整流しており、この2本の河川の間をグリボエイドフ運河が流れている。区域の南部には、 オブボド運河が流れている。聖、イサーク大聖堂1704年11月5日、ロシア皇帝のピョートル一世によって、アドミラルティゾー戦所が設立された。これが、地名の由来となっている。1844年、アドミラルチェイスカや堤防が完成される。1858年、フランス人建築家、オーギュスト・モンフェランによる聖。 イサーク大聖堂の建築工事が完成される。1994年3月11日、オクチャブリスキー地区及びレニンスキー地区が統合されて、アドミラルティスキー地区が設立される。ありがとうございます。